昭和の漫画「トイレット博士」から「ダラビチ博士」。まずは頭から言ってみましょう。前回ね、前回といっても、100均ダイソーのね、樹脂粘土が出たのが確か2014年の秋だったと思うんですよ。で、その時にね、最初に作ったのが見本のこのダラビチ博士なんですけれども、まだね、僕の技術が足りてなくて、頭のパーツをね、4パーツで作ったんですよ、その時は。どうしてもね、1パーツにしたくできなかったので。ね、なので、今日は、1パーツで果たして作れるか。前回の見本を見ながらね、同じような形で1パーツにチャレンジしてみようと思います。まずはね、まずは5ミリのかぎ針で、緩くね、形を作っていきます。なんていうか、クロッキーというか、デッサンというか、緩い形からね、だんだんと彫りを深くしていくんですよ。そうして、形を作っていきます。裏側もね、いい感じでいきそうですよね、これ。そしてつまんでね、エッジを立てていきます。これね、両方の手で、同じようにつまめるといいんですけど、やっぱり利き腕の方がね、器用ですよね。そしてね、細い、これスパチュラって言うんですけども、画材屋さんとかにね、置いてます。粘土のワークショップの時はね、いつもかぎ針を使ってるんですけども、さすがにね、これ1000円ぐらいするんで、人数分揃えられないですから、これ1本あるとね、便利ですよ。へこませるところはスパチュラでへこまして、ね、飛び出させたいところはつまんで若干引っ張ってます。そしてね、指の腹でなめしてきれいに、こんな感じ。いい感じにできたかも。成功ですね。髪の毛これで。いいですね。じゃあね、まだね、完全に乾かしたくないですから、これね、スポンジで内側の部分に枕にして。でね、小さめのこういった、これ何ケースって言ったんだっけ？食料品のケースね。こういうふうにね、しておくと保存が効きますので、2日ぐらい経ってもね、続きがやれます。じゃあ次はね、頭を作ってみましょう。前回のね、反省点なんですけれども、おでことね、後頭部の厚みがかなり足りなかったです。なのでね、それを意識して作ってみましょう。頭って、さっきも頭って言ったよね。さっきは髪の毛、今度が頭ですよね。まずはね、軽くだるまの形を作っていきましょう。こんな感じでね、だるまの形、回転させながらね、こうやって作っていきます。そして今のね、自分の作風だと、この目の間の部分、これをね、ちょっと大胆にグイッとへこませる感じですよね。出来上がりのね、形を想定しながら作っていきますので、なかなかね、難しいですけど、こんなぐらいかね。いい感じです。
今度はね、このぐらいのケースに入れて、まだね、完全に乾かないようにスポンジを枕にしてね、保管しておきます。こうするとね、休み休み作業できますんで。そして作業中はね、こういうふうに透明のケースに入れておいたりするとね、片手で開け閉めできますし、作業が楽になりますね。いろんなケースにしまっておくと工夫ね、大切。それではね、目の位置を決めておきましょう。軽く決めておくだけでね、最終的にもうちょっと乾いてからね、くっきりとさせていきますんで。それとあとね、まだ今回決めてないんですけど、ひげどうしようかな。一本一本ね、前は入れたんだけど、さすがに面倒ですよね。口の位置をね、決めていきましょう。端っことね、真ん中に少しずつ印をつけていって、そしてね、位置が決まったらかぎ針でスーッとね、この時ね、かぎ針立てずに寝かせて引っ張る感じ、なるべく寝かせて、そして最初はね、うっすらと線を入れていきます。はい、そうやってね、粘土の乾き具合ね、指で触りながら確認してます。ヒゲ 1,2,3,4,5,6、 やっぱりね、前回と同じくおとなしく6本入れていくしかないかな。細いかぎ針でね、まずは溝を作っておきましょう。かぎ針立てないでね、こうスーッと引く感じ、6本線を引いておきます。もうね、いつもね、いかにして楽にできる方法はないかと、そればかりをね、考えています。はい、目玉なんですけれども、こういうのはね、もういくつもポン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 と作っておいてね、で、後で、まあこれがちょうどいい大きさかなと思うものを使うと良いです。はい、それではね、観念してひげを作っていきましょう。もうね、ひたすら糸のように伸ばして、そしてね、ハサミでカットしてつける、やっぱりその手しかないのかな。ここはね、もうおとなしく地道にやっていきましょう。髪の毛と頭がある程度乾くのを待ってる間に足作りましょう。乾いてほしい順番というのがあってね、立ちポーズを作りたければボディよりも先にね、まず足に乾いてほしいところです。そしてこんな感じかな。で、これね、漫画の足ですから、僕ね、自分の作品の時は指5本作りますけど、これ漫画的表現で親指だけ書かれていることが多いですから、ポンとね、もう親指だけ入れておきます。はい、次はね、こう立体的な考え、土踏まずをね、つけておくと、後でね、立ちポーズにした時の安定感が出てきますので、土踏まず、これ大事です。はい、これでね、もう片方の足もこんな風に作ってみてください。はい、じゃあボディを作りましょう。今度はね、割と単純な形ですから、
回転させながらね、こうやって上の方を狭めでね、服の裾、ここね、つまんでちょっとエッジを立てておきましょう。やっぱりね、丸を作るのは得意ですけどね、こうまっすぐになったようなところは難しいですから、こんな感じかな。そしてね、今度は、襟のところ、軽く形を入れときましょう。それとネクタイもね。ネクタイとボタンも。ここボタンが入る穴。はい。こちらネクタイですよね。こんなとこですね。さて、粘土のパッケージのね、ビニールを切って養生シートを作ってます。養生シートでいいのかな、言い方は。どういうことかというとね、まだ、髪の毛とね、顔が作業しやすい程度には乾いたんですけれども、まだ完全にくっつけてしまいたくないのでね、こんな風に間に挟んでくっつかないようにして作業をします。やっぱりね、ちゃんと気を配ってあげるほどいい作品に仕上がりますので、ここからね、髪の毛をさらにディテールをね、少しずつ見本を見ながらね、近づくように頑張ってみましょう。こんな感じかな。